さあ今日もキンキンに凍ったジョッキトマトです。キンキンに凍ってますね。今日の子もね、上がねもう尖ってますね。男前ですね。マジ最高、ジョッキしか勝たん。テンションめっちゃ上がるわ。はい、おはようございます。キンキンアメジストオーブのエムセパンです。今日はお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンことだけぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくします。さあ今日もね、冒頭リュウさんです。これはですね、三ツ矢の限定復刻クリスタルシーの動画にくれたコメントですね。クリスタルに引っ掛けてんのかな。キンキンアメジストオーブ来たー言うてますね。なんか宝石的なやつですかね。まあ何でも来ますね。ほんとリュウさんいつもありがとうございます。からのコメント紹介ですね。今日はララさんって方からで、お疲れ様です。カルディで売ってるインカコーラをお願いしますっていうリクエストですね。飲んだことないんですって調べてみたらですね、ペルーで大人気のインカコーラ、色が黄色いのが特徴で、黄金文明のインカ帝国にちなんで作られた黄色いコーラってことで、かっこよすぎるなってことでね、買ってきてましたけど、やっと今日飲んでいけます。というわけで、コーラと見れば一丁紙、いろんなコーラが飲みたいねんシリーズ、これをね、今日もやっていきましょう。さあ買ってきました、こちらですね、インカコーラ。カルディで買ったかな、どこで買ったか覚えてないんですが、これはですね、輸入版ですね。思いっきりですね、日本語のシールがね貼られてますと。原産国はね、アメリカですね。横栄養成分見ると、1缶あたりエネルギー140キロカロリー、カロリーはまあ高いですね。さあ喉乾いてますね、ぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキトマトです。キンキンに凍ってますね。今日ここもね、上がね、もう尖ってますね。男前ですね。マジ最高、ジョッキしか勝たん。テンションめっちゃ上がるわ。さあ行きましょう。喉カラカラですね、もうやばいわ。うわ、黄色。これはエナジードリンクっぽいぞ。今日はですね、休みで温泉サウナ行ってきまして、ぶっ決めて、その後ですね、筋トレランニングしてます。もうコンディション最高ですね。めっちゃ黄色いけど、なんか黄色いドリンクもあんま違和感ないな。匂いはですね、なんかコーラというかジュースかな。さあ飲んでみたいと思います。初めて飲みます、インカコーラですね。いただきます、行ってきます、乾杯。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしてありました。今日のやつですね、これ初めて飲んだんですけども、色完全にコーラじゃないじゃないですか。匂いもコーラじゃないんですよ。で、味もですね、コーラじゃないですね。エナジー系のドリンクともなんか違うなぁ。なんかね、ただの黄色い美味しい炭酸のジュースって感じで、ちょっと日本にはない感じのなんか味してましたね。これはね、あの目隠しみたいなことして、あのキキコーラ的なことしてもね、多分コーラってね、わかんないんじゃないかなって、ほんとそんな味してましたんで、それも踏まえてですね、まあもしですね、気になった、飲んでみたくなった方いらっしゃれば、ぜひね、試してみてください。さあ最後の次回予告です。明日なんですけども、こちらは行きましょう。サンガリアのロサンゼルスコーラっていうのがあります。これはね、どこで買ったか全く覚えてないんですけども、結構個人的にはサンガリア好きなんで、テンションが上がっております。ってことで、明日ですね、こいつぶっ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、で本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。このコーラはね、ちょっとね、すごいな。ぜひ一回飲んでみてください。